皆さんこんにちは、ゆりこタイガーです。どうも、今日はこの格好がわかる人がいるのかな。イタリアとファイナルファンタジーって言えば最近の大きな問題が起きてしまいました。なんかツイッターを見たらそのティファのイラストとそのイタリアのフラッグを持ってるのイラストがすごく多くて、どういうことですか？イタリア人ティファが大好き、それは知ってたんですけど、お父さんもティファが大好きだったからよく覚えてますけど、最近なんでこんなにバズってるのかいって思って、その友達から説明してもらいました。実はイタリアの上院機街のサージュにポルノが出てきました。ティファとクラウドなんですよ。それはね、みんなもうイタリア全国が見てしまいましたのものなんですよ。誰がハッキングして入ったんですよね。でその映像を流れてしまいました。だから今日はこんなちょっとセクシーな、ティファ風って言えばいいかな、ティファ風の撮影してます。結構ね、思ったよりは大変なことだし、絶対日本だったらマスメディアはね絶対めちゃめちゃ怒っちゃうかもしれないんですけど、なんとイタリアいいリアクションが持ってきたんですよね、みんな。じゃあだったらちょっと「ファイナルファンタジーリメイク買おうかな」って逆に「ファイナルファンタジー」のリメイクはね、配信してる方とかストリーマーとか YouTuber さんでもそうなんですけど、大人気になってしまいましたそれのおかげで、やっぱりね、変態とか AV ということはもう世界中に人気のものですよね。でそれでお父さんもそれこと話してて、お父さんは「ああ見た見た」って言ってて「あ大変だったね、でもちょっと俺がちょっと嬉しかったです」ってなんか言っちゃってしまいまして、とにかくすごいなんか日本だったら絶対もう大変な事故で、絶対スクエア・エニックスさんとかは絶対本当大きなコピーライトの問題が出てくるかもしれないなんですけど、意外とイタリアにはね「ファイナルファンタジー」は確かにビッグタイトルなんですけど、本当オタクじゃない人は「ファイナルファンタジー」はそこまでわからない人がね、いるんじゃない？いないと思いますね。私の時代は、まだ「ファイナルファンタジー678」点までは確かに英語だけだった気がしてましたんですよね。イタリア語がなくて、だから英語か日本語しかなくて、英語わからない方が遊べなかったんですね。でその後はやっとイタリア語の字マークとかイタリア語のバージョンとかいろいろが出てきたなんですけど、結構最近ですよね。でも日本と比べたら「ドラゴンクエスト」とイタリア「ファイナルファンタジー」と比べたら「ドラゴンクエスト」誰も知らない作品、「ファイナルファンタジー」はその10からちょっと人気があったものですよね。あとそのイタリアと「ファイナルファンタジー」関係ある方が結構いらっしゃってて、イタリア人はね、スクエア・エニックスさんの中に働いてる人もあるから、結構知らない作品ではないんですけど、かなりこの事件の後はものすごく人気なものになってしまいました拍手してもいいかな、これでで、今日は私の最近やってるのファンティアとパトレオンというのファンクラブは、グラビア撮影と、コスプレメインで活動してるのサイトのために撮影してます。もうイタリアとティファ、ティファ何回もやったことあるんですけど、といえばよしこういう出番だと思って今日は撮影してます。日本だったらね、どんな感じになろうと思ってたんですけど、結構意外と日本からいろんなニュース流れてきて、こういうことに関してはでもいい感じだったんですよね。なんかイタリアンティファのイメージが出てきて、なんかもう次のコミケってさ、同人誌めっちゃ出るんじゃないかなって、出るんじゃないかなってちょっと大してます絶対出ると、もう出てるし、やっぱりこのコミケの夏はティファンじゃないかなって自分も思ってきましたんです。結局逮捕もされてないし、なんかまあ最近イタリアはねポリティシャンはあんまり良くないみたい、まあ、みんな反対してるみたいだし、まあ、ちょっとアメリカと似てる感じかな。あんまりみんなウェーってコロナになった後に結構そのポリシャンはね結構イメージがダウンになってしまって、多分まあいたずらですよね。完全にハッキングしていたずらだけだった。できっとこの人たちはザ・オタクだったんじゃないかなって思うだって他のまあ何でも変態とか何でもエロい画像だったら何でもいいじゃん、違う作品とかでも。でもなぜかティファとクラウドだったんですよね。それ結構盛り上がってたんですよ、ネットとかにも自分も盛り上がってたんだけど見た時に。でプラス映像とまあ何分ぐらいかな映ってた、1分じゃないかなとオーディオも聞こえたから、結構ティファの「うん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 」っていうの声が流れてきてちょっと面白かったです。その会議の中の人は結構年上だったから、で女性はメインで結構ショックが受けたんじゃないかなと思うんだけど、インターネットの若者が結構楽しそうで見てたはいこれからもうティファとイタリアって言えばもうその映像しか出てこないと思いますので、なんか検索したら気をつけてください。いっぱいパンパンパンそのいろんなものが出てしまうと思いますが、皆さんはどうと思いますか？日本でこういうことが起きたらどんな反応がなると思いますか？ぜひコメントで教えてください。あとよかったらファンチェとかパーティーとかにもぜひ会員になってみてください。よろしくお願いします。またね、チャオ。